この機を逃すな。畳みかけるぞ。ここで立ち止まるわけにはいかない。俺の出番。この機を逃すな。畳みかけるぞ。派手に決めるとしようか。あの、ごめんなさい。無益な血はない。この機を逃すな。畳みかけるぞ。サクッと終わらせるか。私にだってできるんだから。俺の出番。この機を逃すな。畳みかけるぞ。私の番ね。この機を逃すな。畳みかけるぞ。派手に決めるとしようか。やればいいんだろう。やればさ。滅する。あの、ごめんなさい。まかりと。この機を逃すな。畳みかけるぞ。どうだった？これといった収穫は何も。そっちは？めぼしい情報はない。今のところ分かっているのは南にテネドスって町があるということだけか。なんだよ、結局ここでも分からずじまいか。そう決めつけるのは早くはないか。つい最近、ハルピーヤの女性がテネドスへ向かったということですの。
それがどうしたんだ。なるほど、ハルピューヤか。この大陸にハルピューヤがおるとすれば、住処は間違いなくビブレスト山脈じゃのう。だからそのハルピューヤってのは何なんだよ。何でも背中に羽を生やした空を鳥のように自由に飛べる奴らだってことだ。そうですの。伝説に出てくるだけで実在していたとは知りませんでしたわ。あれらは高所でしか生活せぬ上に、人前に姿を現すことは滅多にないからな。話で聞いたように、ここからさらに南へ行ったということであれば珍しいことだな。ハルピューヤの方とぜひお会いしてみたいですわ。会わないとダメなんだろう。その通りだ。現時点では最も有力な手がかりだからな。テネドスの前にはトランキューリョという急峻な丘陵地帯があるそうだ。用意はしておいた方がいいだろう。そうだな。必要なものを買い揃えてから向かうとするか。なんだお前。女の子に向かってお前はないでしょ。名前を知らないんだから仕方ないだろ。それもそうね。ってなんで盗賊に名乗らなきゃいけないのよ。は？僕たちが盗賊だって？バカも休み休み言えよな。どこを見てるんだ。お前の目は節穴か。あんね、自慢じゃないけど、私は視力だけはいいの。だけはな。いちいちうるさいな。あんたたちを見て怪しく思わない方がどうかしてるよ。そいつは言えてるな。あんたは黙ってな。怪しいってのは認めてもいいけどさ、それだけの理由で盗賊だって決めつけるのか。怪しきは罰する。そんなの当然のことでしょ。ったく、話になんないね。いいからそこをどいてくれよ。そうはいかないっての。ここは通さないからね。面倒なやつだな。やつらだ、来るぞ。え、何が来るの？防具ない、やつらって。後ろを見て。その手には乗らないよ。なんでそう疑ってかかるんだよ。いいから後ろを見てみろよ。後ろがなんだって言うのよ。なんで、いつの間に。こっちばかりに気を取られてるから気づかないんだよ。おそらくそやつらがお主の探していた相手じゃろう。あんたら、ここであったが100年目、一匹も逃がさないよ。覚悟しなさい。あいつ、頭に血が上って見境がなくなってるぞ。どれほどの腕かは知らぬが、あれだけの数を相手にするのは分が悪かろう。手伝いましょう。ほんと面倒だな。やるなら勝手にやってくれよ。無益な血は流したく。この機を逃すな。畳みかけるぞ。派手に決めるとしようか。守ってもらってばかりじゃ
ったね。無益な血はない。この機を逃すな。畳みかけるぞ。派手に決めるとしようか。我の全てが主のため。くだらないね、こんなこと。あんたたちやるね。正直助かっちゃった。お嬢ちゃんもな。あんたも口だけじゃないみたいだね。うるさいな、ほっといてくれよ。なんでこいつこんなに可愛くないの。ちょいとばかり人見知りが激しくてね、慣れない相手だとつい憎まれ口を聞いちまって、それが困りもんでさ。勝手なこと言うなよ。慣れ慣れしくするやつが嫌いなだけだ。なんだって。もういい加減にしなさい。どうしてあなたはいつもそうなの。親父たちと違うって言いたいのか。あいつらなんてただの偽善者だろ。僕はこの世界になんてこれっぽっちも興味はない。どうでもいいことのために命なんてかけられるか。ちょっと待ちなさい。放っておけ。でも言って聞くならああなってはいまい。今は放っておくのが一番だ。そうかもしれないけど、なんだか訳ありみたいだね。気を悪くしないでくれ。あれも数奇な定めを背負っていてな。根は優しく正義感の強いものなのだが、それがかえってあやつを追い詰めることになってしまった。突っ込んだことは聞かないけどさ、いろいろと苦労してるみたいだね。そうでもないさ、これはこれで楽しかったりするんでね。それはいいとして、あいつテネドスの方へ歩いて行ったけど何か用？ここ最近ハルピューヤを見かけたりしなかったか。ああ、ハルピューヤに会いたいんだ。ここは通らなかったんじゃないかな。多分空の上だよな。飛べるのにわざわざ歩いてなんて行くわけないか。あんたたちハルピューヤに会いたいの？正確に申しますと、ハルピューヤさんがご存知だと思われるマルフィールの実についてですわ。マルフィールの実ねえ。何か知ってるのか。私も話でしか聞いたことないな。でも興味はあったんだ。あんたたちなんだか楽しそうなことしてるみたいだね。理由は聞かないからさ、私もついてっていい？ねえ、いいでしょ。はあ、ダメなんて言わせないから。もう決めた。私はキュア。よろしくね。ってことであいつを追いかけないといけないから、また後でね。なんともややこしい展開だな。良いのではないかえ。デュランにも同じ年頃の喧嘩相手が必要じゃろうって。そうだな、少しでも息抜きになればそれに越したことはないからな。これが吉と出るか凶と出るか、良い方向に働いてくれるといいがな。この機を逃すな。畳みかけるぞ。
サクッと終わらせるか。滅する。あの、ごめんなさい。面倒だ。この機を逃すな。畳みかけるぞ。この機を逃すな。畳みかけるぞ。派手に決めるとしようか。滅する。やってみます。俺の出番。この機を逃すな。畳みかけるぞ。イケてる男は違うだろ。
そうだな。この機を逃すな。畳みかけるぞ。サクッと終わらせるか。やればいいんだろ。やればさ。守ってもらってばかりじゃダメ。無益な血はない。この機を逃すな。畳みかけるぞ。恨むなら自分を恨むんだね。私にだってできるんだから。そんな。いやー。無益な血は。この機を逃すな。畳みかけるぞ。俺の出番ってか。この機を逃すな。畳みかけるぞ。そんな。いやあ。サクッと終わらせるか。情けはかけぬ。ごめんなさい。俺の出番。この機を逃すな。畳みかけるぞ。情けはかけぬ。サクッと終わらせるか。守ってもらってばかりじゃダメ。無益な血はない。この機を逃すな。畳みかけるぞ。